コートの足だ。おい、ふざけてんのか。そうだ、俺はな、今大会唯一の日本人メジャーリーガー青木だぞ。なんで今回の WBC の侍ジャパンスカウトに俺がいないんだ。知るかー。まさかの逆ギレ。はい、というわけでですね、 WBC やっておりますね。皆さん見てますか。本日はね、3月13日月曜日なんですけれども、昨日ですね、日本対オランダもね、夜遅くまで延長にもつれ込む白熱した戦いを繰り広げておりました。本当にね、日本代表頑張ってますよね。なかなか難しいっていうのはね、ハリーも言ってましたけれども、ハリモトさんも。でもその中でね、特に評価上がったなっていうのはこの小林選手ですね。巨人ファンとしてもね、やっぱり小林がなキャッチャーなんかで大丈夫かよみたいな話がね、結構聞かれてたんで心を痛めてたんですけども、本当にいろんな人からね、僕がねどうこうは分かんないんですけど、プロの解説の人が声をかけに行くタイミングがいいとか、バッティング のセンター返しがいいとかね、なかなかね、巨人のチームの中でもそんなに褒めてもらえることの少ない人だったので、こんな風に評価してもらえてとっても嬉しいなと思ってます。で、今回のね、やっぱり WBC でのこの侍ジャパンスカウトでちょっと不満なのは、青木選手がですね、いないということですね。今回メジャーの選手がですね、ダルビッシュであったりだとか、それから岩隈とか田中とか前健とか、そういうのがね、もちろんピッチャーとバッターで違うのかもしれないんですけど、メジャーを優先して辞退してるっていう人が結構出てる中で、彼は唯一メジャーでね、出ますと言って出てくれてるわけですよ。やっぱりそういうふうに、なんていうのかな、日の丸を背負って立つんだぞっていう気持ちの人がいるっていうのは、やっぱりなんかその第3回の時とはちょっとこう盛り上がりが少し違うのかなって、青木がいるだけでなんかチームが少し盛り上がっているような気持ちがしますので、もちろん打撃とか守備での、ね、貢献はありますけれども、それ以上に青木選手の存在っていうのが今回の侍ジャパンの象徴になってるんじゃないのかなというふうに思ってます。だからね、本当にもったいないなと思います。なんでかというと、だってプロスピエではもうすでに青木選手を、収録してるわけですよ。メジャーの選手って権利の問題があって難しいなって話昔よく聞いたんですけども、今回の青木選手はもうプロスピエの中でこうデータとしてもあるわけですし、もうワールドスターという枠でも出したことがあるわけですよね。だから今回のWBC の選手として収録するハードルってかなり低かったと思うんですよ。だからね、なんとかしてこの青木選手をですね、ちゃんと出してほしかったなと思います。そのためにワールドスターがあったんじゃないのかなと思うくらいなんで、今回の侍ジャパン青木選手欲しかったなと思います。というわけでですね、こんな風に文句言っててもしょうがないので、私なきゃ作っちまえということで、侍ジャパンの青木選手出しちゃおうと思います。こちらのね、侍セレクション のスカウト1回でねポンと出しますんで、いきます。はい、では青木選手タップ、さあいでよ青木トン。はい、というわけで青木選手が出ました。下に島って書いてありますけどね、青木です、これは。はい、第一戦で取ったナイスキャッチですね。青木出ました。はい、というわけでね、こういうコラなんですけど作りましたんで、画像置いておきますんで、欲しい人は使ってください。どう使うか分かんないですけど、はい、何が言いたいかっていうとですね、こんなのを作ってみたくなるくらい今の侍ジャパン注目してるし応援しております。頑張ってください。頑張れ日本。